こんにちは、粟田洋介です。最近ギャラリーストーカーについてテレビのニュースでも取り上げられているようなので、ギャラリーストーカーという言葉を知っている方も以前よりは増えてるんじゃないかと思います。私も作家活動をしているので、そのギャラリーストーカーっていう言葉を知ったのは5、6年前のことなんですが、そういうストーカー行為があることはずっと以前から知っていました。今日はそのギャラリーストーカーについてお話ししたいと思うんですが、私は一アーティストに過ぎないので、そういうストーカーについての詳しい専門的なお話ではなくて、私たちみんながギャラリーでの展示会を楽しめたらいいなと思ってこの動画を作ることにしました。ギャラリーストーカーって言ってもすっごい悪質なものもあれば、ちょっと誰でもそういうギャラリーストーカーになりうるんじゃないかなってぐらいのストーカー予備軍みたいな方々もいらっしゃいます。まあ誰もがなりうるってわけじゃないんですけど、私自身もそういうギャラリーストーカー予備軍の人たちの気持ちもわからないでもないなっていうところもあるので、今日はアーティストがそのギャラリーストーカーの人たちから身をかわすためにはどうしたらいいんだろうっていうことをちょっと考えていきたいのと、あとはストーカー予備軍の人たちが本当のギャラリーストーカーにならないために、まあさっきも言ったようにみんながギャラリーの展示を楽しめるように、そういったことを願って考えた内容をお話ししたいと思います。ちょっとギャラリーストーカーっていう言葉を検索してみたんですけど、そのヒットしたサイトの一つに、ギャラリーストーカーとは若手女性作家にストーカー行為を働く男性のことと書いてありました。確かに女性若手作家が男性から被害を受けることが多いんじゃないかと思います。私の友人知人のアーティストたちも例外ではなくて、何かしらの被害に遭っているようです。確かに若手女性アーティストが被害に遭っているケースは多いんですが、若くない女性でも被害に遭いますし、男性でも被害に遭います。そして若くない男性アーティストも被害に遭っていることは事実です。そしてストーカーになるのは男性だけではなくて、女性のストーカーの方々もいらっしゃいます。ただ私の私的な話や私の知り合いの話をするのはちょっと私的なことになるので、具体的なお話はしないでおきます。私は作家さんのことはもちろん、ストーカーの人たちのことも傷つけようと思ってこの動画を作っているのではありません。私はみんなが展示会を楽しめたらいいなと思っているんです。ちょっと大雑把にお話ししますが、まあよく聞くのが、ギャラリーに来たお客さんが作家さんに連絡先を聞いたりとか、デートに誘ったりとか、そういう感じのことですね。まあギャラリーにはアート作品が展示されていて、それを作ったアーティストが在廊している場合がありますよね。アートギャラリーっていうのは作品を見に行ったり買いに行ったりするところなので、作品があってそれを作ったアーティストが在廊している時は、その作品を作ったアーティストとして在廊しているわけですよね。作品であり作家であるっていうことがメインなんですが、アーティストも人間ですから、恋愛対象として魅力的に感じる場合もあると思います。なので恋愛対象として憧れてしまうっていう気持ちは私にもよくわかります。ただおかしくなっちゃうのは距離感がおかしいんですよね。まあその距離感っていうのは人によって違うと思うので、どういう距離感を取らなければならないとか私にはわからないし、そういうことも言えないんですが、やっぱり片方が恋愛感情を抱いてて、でも片方はそういう感情がなければ、心地のいい距離っていうのはお互いに違うと思います。なので恋愛感情を持った方がガンガン近づいてっちゃうと、恋愛感情を持ってない方からするとやっぱり不快になるわけですよね。なのでその距離感っていうのを間違えると、大好きな作家さんから嫌われるだけだし、それでもってギャラリーストーカーっていう名前がついてしまいます。私もお客さんとしてギャラリーに行くことがあります。なのでギャラリーに行った時とか、ギャラリーだけじゃないな、人との距離っていうのは気をつけたいと思っています。でもここまで行くと全く共感できないんですが、嘘つく人っているんですよね。例えば本当か嘘かわかんないけど、自分はこういうことをやってる人間で、こういうプロジェクトがあってあなたの作品を使いたいから、例えば打ち合わせでどっかで会おうとか、あとはそれで連絡先を聞いたりとか、それでそれが性犯罪につながっていって、そういうのは本当悪質です。ちょっと怪しいなと思っても、このチャンスは逃すべきじゃないんだって思っちゃうかもしれないですよね。
本物かどうか見分ける方法ってちょっと難しいかもしれないんですけど、もしこういうことがあったら何が一番いい方法かちょっとわからないんですが、私だったらその場でそれがどういう企画なのか、どういうことに私の作品を使いたいのか、その他いろいろ具体的なことを全部聞くんじゃないかと思います。もしそれが本当の企画だったら全部その場で話せるはずです。じゃなかったらどっか別の場所でっていうのはあなたをそこに連れ出す口実に過ぎないんじゃないかと思います。ちょっと何とも言えないですけど、その場で全部話せないっていうのは怪しいと思います。私はそんな大それたことやったことないんですが、ちょっと以前グループ展みたいな企画していることがあって、それでイベントとか回って参加するアーティストを集めてたことがあるんですけど、何月何日にどこどこでこういう展示会をやるんですけど、これこれこういう理由であなたの作品がこの展示会に合ってると思うので参加しませんかって言って、そんでこの展示会はこれこれこういう思いで始めるんですとか、あと参加費はいくらですとか、あなたが使えるスペースは何メートル何メートルでみたいな感じで、まあ皆さん名刺持ってるので名刺いただいて、そこに連絡先とか SNS とか書いてあるからダイレクトメールとか送って詳細とか送ったんですけど、その詳細に書いてある内容は大体の場合その場で全部話してました。それ以上でも以下でもないですから。あと嘘つくって言えば、作品をダメ出しするギャラリーストーカー、なんかすごい上から目線で人の作品をねけなしてきたり、こうするべきだ、ああするべきだってねけなしたり説教したりする人がいます。それで中には自称なんかすごい人みたいな人がいるんですけど、もし私がそんな地位にいたら、他のことが忙しくてわざわざそんなプライベートに時間を削ってアドバイスをしに行くなんてことはしないと思います。で、そういうのたまたま見かけたことがあるんですけど、もうめちゃめちゃなこと言ってて、第三者から聞いてるとおかしいんですよ。ギャラリーで批判をいっぱい浴びた場合はもう全然気にすることはなくて、自分の作品に誇りを持って、まあ立派な人がそんなわざわざ無料で作品について語るはずがないと思ってれば間違いないと思います。あとは作品も見ないで全然関係ない話をする人たち、もし私が何ヶ月も人と話しなかったら、誰とでもいいから話がしたいと思うかもしれません。だから話し相手が欲しい人は誰かと話したいですよね。多分辛いと思います。それでギャラリーで在廊してる作家さんって来たらお話ししてくれます。でもアーティストが在廊している理由っていうのは、自分が情熱をかけて作った作品を展示して、そのアートっていうものに人生をかけてる人たちが一生懸命やってることです。なのでお話しするのはいいんですけど、少なくとも作品に興味を持とうとしてほしいと思うんですよね。そういう人たちには、在廊してるアーティストと全然関係ない話をするんじゃなくて、ぜひ作品を見て興味を持ってほしいと思うんですよね。結構私が在廊してる時はお客様と作品と全然関係ない話をすることもあります。でも作品の話もするし、作品も見てくださるし、購入もしていただくし、そうじゃない人はちょっとストーカー予備軍に入っちゃいますよ展示会に行って作品を見ないなんてものすごい失礼な行為なんですけど、私も友人とか知り合いの作家さんの展示会とか行くときに、その人と会うの久しぶりなんで、お久しぶりです、お元気でしたとか、なんかいきなり作品も見ないでその人と話し始めて、そんでそのまま話し込んじゃうってことがあるんですけど、その後にちゃんと作品を見せてもらいます。逆の場合もあって、まあ作家仲間も含め友人知り合いなんかが私の展示会に来ると、まあ私と話し始めちゃって、で、あ、そうだ、作品見せてもらえないとって感じで作品を見てってくださるみたいなことが結構あります。でも知らない人の展示会に行った時に、まあこれは私の場合なんですけど、作品も見ないでいきなりその作家さんに話し始めるみたいなことは絶対にしません。作品を見なかったらその作家さんと話す意味が全然ないなと思って、作品を見てすごい気に入ったら、その人が話しかけやすそうな人だったら話すみたいな感じなんですけど、中には話しづらい作家さんっていますよね。でも大体在廊してるってことは話しかけられたら嬉しいんじゃないかと思います。私自身はどうなんだろう、まあ話しづらいっていう方もいらっしゃるんじゃないかと思います。でももし私の展示会を見に来てくださった場合は、ぜひ話しかけてください。今年の東京芸術大学の卒業修了作品展の入り口にあったという看板に書いてあった内容です。ギャラリーストーカーの典型的な行為をうまくまとめて書いてあります。付きまとい、待ち伏せ行為。
身体接触や暴力行為、名誉を傷つける行為、必要に連絡先を尋ねる行為、作品や展示に関係ない話をし続ける行為、作品やパフォーマンスを高圧的に批判する行為、食事、ドライブ等プライベートな誘いをする行為、長時間特定の学生、教職員を独占する行為、こんな感じで、これは本当にギャラリーストーカーの行為をうまくまとめて書いてあると感心しました。この最後の学生、教職員というところを出展作家と入れ替えて、自分の展示会会場に貼っておきたいような内容です。若い学生さんまでがこんな思いをしていると思うと、本当に心が痛いです。ギャラリーストーカーについて検索して分かったことなんですが、最近では美大芸大の学生さんたちがギャラリーストーカーに対する運動を始めたようで、それは本当に素晴らしいことだと思います。頑張っていただきたいと思っています。応援してます。最初に言った距離感ですね。連絡先って聞かなくても名刺にだいたい SNS の情報とかメールアドレスって書いてありますよね。ありがたいことに、たまに作品を購入した方からとか、私が書いた作品すごく気に入っても大事にしますとかね、そういう連絡をいただくこともあります。で、私はお礼の返事は必ずします。でもたまに SNS とかだとダイレクトメールがつながらなかったりとか、気づかない場合もあります。で、気づけばすぐ返事するんですけど、返事が来なかった場合は気づいてなくて無視したわけじゃないので、ご了承ください。あとはめったにないんですけど、私の作品をホームページで見たとか、すごく良かったから頑張ってくださいみたいな、そういうメールも何度かいただいたことがあります。そういうメッセージに対しても私はすごく嬉しいので、お礼の返事を送っています。大体の場合そこでやり取りが終わります。その私のお礼の返事について、返事をしないことが失礼だと思ってまた返事をくださる方もいるんですけど、それでもそこでのやり取りって数回で終わります。その後はお互いに用事がない限り連絡をしないってわけですよね。まあそれがお互いに心地の良い距離感なんじゃないかと思います。でもそれでも連絡が終わらないっていうのはちょっとおかしいですよね。その距離感がないとストーカー、もしくはストーカー予備軍になるんじゃないかと思います。ギャラリーっていうのは素晴らしい出会いの場所でもあると思います。作品を見に来たお客様にとってはいい作品に出会えた、それを作っているアーティストに出会えた、そしてアーティストからすると自分が作った作品を喜んでくださる方々と出会えた、それはすごく嬉しいことです。ただ申し訳ないんですが、ギャラリーストーカーとの出会いは嬉しい出会いではありません。でもさっきも言ったように、私自身も気をつけないとギャラリーストーカー予備軍になってしまう可能性もあります。そしてまあアーティストとして私自身もギャラリーストーカーの被害者になってしまう場合もあるかもしれません。そうならないように、自分だけじゃなくて相手が心地いい距離、それは近い方に合わせるんじゃなくて遠い方に合わせるとお互いに心地いい距離だと思います。近づきたいと思って物足りなくても、相手が望まなければ距離を置いて、そして展示会アート作品を楽しんでいただけたらと思います。そしてアーティストの方々も、ちょっとお客様でもおかしいと思ったら適切な距離をとってご自身の活動を頑張っていただけたらと思います。ギャラリーの展示会が楽しいものであるようにしていきたいですよね。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はいいねやチャンネル登録、それから動画の感想などもコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。